皆さんも金曜、すっきりみちょぱありえない平然というような加藤浩次に称賛の声、極楽の加藤がすっきりでみちょぱの発言を注意したことが話題になっている。で、このね、あの観光船の落下のニュースのことですね。で、これに対して、みちょぱはコメントを求められて、ダイバーの方とか人体的影響がないのは良かったなと思ってますと、引き下げ作業を、したダイバーを気遣いながらも、次はもうミスはないなと思っていいのかなっていう、安心していいというか、これでさすがに2回目3回目と、この後の、引き下げ作業について不安があった、これに加藤がたしなめるように、ただ先ほどの VTR にもあったようになかなか難しくて、自然環境だったり何かに、擦れてしまったり、船体に尖ったものがあったら、そこだけに、擦れただけで切れてしまうと、引き下げ作業はそもそも難しいと反論ってことで、みちょぱの発言に対して、ネットからは、作業されている方は難しい中で全力を尽くされているから、そういう方は良くない、完璧なんてありえない、ミスとか平然というような、などとそういう声が上がっていることなんですけど、まあ、これに関しては僕は思ったのが、そもそもこのみちょぱが出てる、このね、キャスティングされてるってことが、ただのあの、百獣パンダなわけよ。みちょぱの意見とか、心とか、頭とか、どうでもいいんだよね。ただ、いればいい、花みたいなもん。だから、なんだろう、風景だと思えばいいんだよね。風景としてあり、絵になる。なみちょぱがいることによって、数字が上がるっていう、そのテレビ局、ね、そのプロデューサーなりの、その、ただ数字集めのためにいるから、この人の、あの意見とかどうでもいいし、みちょぱがそもそもこの事件に関して興味ないわけよ。それなのに、あの、まあ、キャスティングされて、その仕事上振られるわけじゃないですか。そしたら、まあ、こういうさ、あの、その場しのぎの思ったことを言って、それが、結局足元を救われるっていうかさ、警察の発言で捉えられてしまうんだよね。だから、まあ、みちょぱってずっとこうやって番組にいるわけで、いろんなニュースに対してコメントを求められて、でそれに対してちゃんとしたコメントをできるスキルがないのにいる、いさせる。それ、周りの大人とかキャスティングする人も分かってんのに、それやらせてるってことが無理があるわけよ。それはね、あの、みちょぱに、その、しっかりとしたコメンテーターをやらせるのが無理があるし、で、こういうさ、あのボロが出るに決まってんじゃん。それもボロが出たことをこうやって、話題、ネットニュースにして盛り上がってるって、この現状良くないよね。で、俺が思うに、あの、極楽の加藤とか、カンニングの竹山とか、おぎやはぎの矢作とか、まあ、ちゃんとさ、自分の意見を言ってさ、なんか誠実でまっすぐだなっていい印象ですよね。だから、まあ、加藤をずっとすっきりやってるんだろうし、ね、こういうので人間力とか人間性って出ますよね。だから、みちょぱにそもそも期待値を、あの上げるというか、ある程度の期待を求めるってことが間違いで、みちょぱはこんなもんだよって最初から思ってれば、怒りとか不満なんないでしょって思うんだよね。だからこのね、マルキューに出入りしてるようなギャルにさ、パッドの意見求めんなっていうし、この人はさ、こんな事件よりもさ、自分のおしゃれとかさ、ネイルとか髪型とかそっちにしか意識ねえから、こんなもんなんじゃないかって、いちいちあのこんなことをさ、ニュースにすんなよって、もし批判殺到すんなよって僕は思いますね。どうもありがとうございました。